岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。セパ交流戦、福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの2回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチーム、まずはホークスの先発高橋がヤフオクドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが。真ん中打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これが今シーズン100本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは松永、ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上のピッチャーは高橋、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ファウルになります。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。キャッチャー強肩なんで、ランナーは少し慎重になってるでしょうね。そうですね。さあ、勝負してくるのか。いい当たり、これはどうだ。セカンドの右抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ホークスピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスは3番八木。ホークス連続安打でランナーを背負っています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎきれるでしょうか。さあ1打出れば先制という場面、はい、ここは三振を取りたいですよね。そうですね。打ちました、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね、初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい石峰、バッターボックスです。こういう場面で初球から簡単にストライクを取れるのはボールに自信があるからでしょうね。ああそうですか。打ちました、この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね、彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、先制のスリーランホームランです。タイガース、ホークス痛い一発を浴びています。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ホークス先制を許します。3対0、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。この3点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。ご覧いただきましょう、警戒はしていたのですがここで打たれました。まあこれは慎重になりすぎましたかね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは注目のルーキーアリアス。ホークス初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。低め空振り、ノーボールツーストライク。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガーススリーランホームランが飛び出しました。2回になります。7番から始まるタイガースの攻撃、糸井が打席に入ります。さてホークスの先発は高橋、ここまで10試合に登板して5勝2敗という成績。前回の登板は6イニング投げて自責点4、勝敗はつきませんでした。引っ張った、取りました、一塁そのまま入ってアウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。まずはワンアウトを取っています。打ちました、ヒットになった、
これで4試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。さあ1塁には追加点のランナー、バッターボックスには糸原。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。なるほど、そうですか。1塁はセーフ。里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸元えぐるような球いきたいですね。なるほど。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。2塁はセーフ。ホークスピンチになりました。ワンアウトランナー2塁1塁。さあそして打席には新庄入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。抜けたような感じになりました。大きく外れます。打った、大きな打球になった。伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー。セカンドランナーホームイン。ホームに送球する。タッチはアウト。これで2アウト。タイガース1点追加します。センターオーバーの。ここは甘いコースを狙われました。得点を許しています。まあ今のコースならスタンドまで持っていかれなくてよかったなと思うべきでしょうね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打順は2番松永。ホークスこの回1点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっと打ち込まれてますね。打った高く上がった。この当たりはどうか。追いかけますが頭を越えました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。5対0ホークス。もうこれ以上点はやれません。バッターボックス八木。まあホークスバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。打ちました、高く上がった。これはどうか。満々中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁です。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。6対0になりました。ホークスもうこれ以上点はやれません。4番バッター石峰。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球打ち、ここは打ち上げています。高橋が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。6対これから3回タイガースの攻撃。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ないなという感じですかね。そうですね、次の投球に期待します。打ちました、高いバウンド。取った、これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順は6番アリアス。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これがチーム10本目のヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。初球は大きな変化球、ボールになります。これは変化球。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。7対0ホークス。なおも2塁1塁のピンチです。打席には8番バッター梅野。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ファウルになります。今のファウルの感じだとスライダーを狙ってないような感じですよね。打ちました、痛烈。これはショートの横抜けた。ホームに送球。これで3試合連続のマルチヒット。ノーアウト満塁です。はい、バッターボックスには代打の江越。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあこれ以上点はやれないですからね、ピッチャーには何とか踏ん張ってもらいたいですね。そうですね、さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。打った、センターに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。ホームに送球。ファーストランナーもホームイン。
タイガースが突き放します。走者一掃のタイムリースリーベースです。10対0、ホークスもうこれ以上点はやれません。さあバッターは新庄。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。打ちました。抑えます。タッチアップ。サードランナースタートを切る。ホームに送球する。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。11対0、ホークスもうこれ以上点はやれません。打ちました。これは大きい。伸びていく。この打球は落ちるか。どうだ。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターボックスには指名打者の八木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい。さあここはやり返すことができるんでしょうか。ツーアウトになっています。高めスライダー外れました。いい当たり。レフト下がっていく、下がっていく。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。12対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ホークスピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは武田。バッターボックスは4番石峰。打ちました。浅いフライ。ヒットになった。石峰、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー1塁。いきなり牽制。セーフ。切りました。ファールボールです。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。3球目打ちました。今宮が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。12対0、タイガースのリード広がっています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、そうですか。次が2球目。この球は落としましたが決まりません。大きく外れました。4球目は何で来るか。ファウルになります。ボールカウントは2ボール2ストライクです。次が6球目。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスには7番糸井。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい。ここはピシ打ちました。これは浅いフライ。この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたがライト掴んで。初球は何で来るか。打ちました。伸びていく。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。ヒットになりました。二塁送球。バッターランナーは二塁まで進みました。今日も3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。初球打ち。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット。13対0。バッターは守備交代から起用されている和田。見送ってまずはストライクです。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。
バッターの松永、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打った、ライトに強い打球、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。タイガース、ライトオーバーのタイムリーヒット、15対0、ホークスなおもピンチです。バッターは DH 八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。引っ張った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターボックス石峰、先ほどの打席でヒットを放っています。まず何を投げてくるか、アウトコース、ボール、ファウルになります。おっと空振り、真ん中でした。ワンボールツーストライクです。打ちました、切りました、ファールボールです。アウトコース外れます。6球目は何で来るか、打ちました、これは大きい、伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。改めてお聞きします、このオマリー、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、アウトコースを逆方向へ放り込むことができるバッターですね。引っ張った、ボテボテ、セカンドが前に来る、セカンド取った、アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてる。初球打ち、ファウルになります。ジャストミート、伸びていく、外野ヒットになりそうだ。レフト深いところ破っていきました。二塁へ送球、バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。7番バッター糸井、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。バッターボックスには代打の真由美、まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。大きな打球になった、レフト下がっていく、下がって入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム4本目のホームラン。初球でした、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。ホークス追加点を許します。代打に浴びた一発でした。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは森、打順は8番梅野、今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。ファウルです。三塁線、松田取って、これで3連打、ノーアウトランナー一塁です。江越が打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。
ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。今日は守備で交代してそのまま出場している和田、先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトになっています。真ん中打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには2番松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここは打ちました。明石一塁へ、ツーアウトになりました。バッターボックスには指名打者の八木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランに挑みます。里崎打ちました。センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターは4番石峰、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。甘いコースでしたが見送っています。切れました、ファールボール。体に近いところ、さあ勝負してくるのか。切れました、ファールボールです。ワンボールツーストライクです。打ちました、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスオマリー、今日はホームランを放っています。ホークス厳しい展開で6回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。これが4球目、低めの変化球は決まりません。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。バッターボックスには6番アリアス、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。森、まずは初球打ち、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、打ちました、これは大きい、伸びていく、真ん中左中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。バッターボックスは8番梅野、今日はここまで4安打を記録しています。ここまで打たれるとキャッチ、打った、この当たりはどうか、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターは江越、まず変化球を見せてきました。打ちました、切れました、ファールボール。3球目打ちました、抜けました、バックホームする、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー3塁1塁。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。そうですか、さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。危ない球です。引
ッター松田ホームに送球する。本塁タッチはアウト。バッターは2番松永。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球打ち切りました。ファールボールです。ボールになります。ボールになります。落ちるボールに手が出ました。さあバッター追い込まれています。ボール、フルカウントになります。これが6球目。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。取って3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。これから7回タイガースの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやーもちろんですよね。打ちました。これは大きい。伸びていく。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。打席には4番バッター石峰。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。このオマリー、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや文句なしに絶好調ですね。打ちました。伸びていく。このフライはどうだ、落ちるか。積極的に行きましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。タイガース大量リードしています。さあそして今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しい、はい、8回の表。これから8回、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打のバース。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。ファウルです。ここはスライダーを続けてもいいかもしれませんよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。これは大きい。伸びていく。この打球は落ちるか。どうだ。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これがチーム30本目のヒット。ノーアウトランナー二塁です。初球は何から入ってくるか。初球から思い切って振ってきました。真由美、これは変化球。ワンボールツーストライクです。落としてきましたがこれは外れます。インサイド落ちました。これはどうだ。おっと、これを掴んだ。一塁へ。一塁はセーフ。ホークスさらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。8番バッター梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、初球打ちヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球。ファーストランナーもホームイン。タイガースが突き放します。ホークスなおもピンチです。今日はバッティング絶好調。この打席でホームランが出ればサイクル安打達成となります。まあホームランはね、打てる人。打った、大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ホークスなおもピンチです。打順は1番に帰ります。バッター和田。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。ホークスなおもピンチです。打席には2番バッター松永。
初球打ち、ここはフライになっています。ライセカンドランナータッチアップ、タッチしてダブルプレイ、一気にツーアウト。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターは DH 八木、今日は2本のホームランを放っています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね、ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッター打った、今宮抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース4点を追加しています。タイガースのリード広がっています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり打ちました。いい当たりだ、左中間に強い打球、レフ入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ホークス追加点を許します。4番に一発を浴びてしまいました。バッターは5番オマリー。さあまず1球目打ちました。これはどうか、センターに抜ける、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。ここでタイガースダイソーを送ります。大山がファーストランナーに入ります。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは松田。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを2球目打ちました。この打球はフライになっています。明石が抑えています。ワンアウト、真由美打席に入っています。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ワンアウトになっています。外に決まりました。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ、ヒットになった。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックスは8番梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね、はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか、はい、ここでタイガースダイソーを送ります。近本がファーストランナーに入ります。初球空振りです。打ち上げた、ここはフライになっています。センターフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。今日はバッティング絶好調、この打席でホームランが出ればサイクル安打達成となります。レフトへ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになった、ホームへ、セカンドランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました。ホークスさらに三塁一塁のピンチが続きます。打順はトップに帰って和田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね、はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ち上げた、サードランナーホームイン、タイガース追加点、ホークスなおも二塁一塁のピンチ。2番バッター松永、さあいい当たりになった、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリー、残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。
岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳に届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはホークスの先発大竹がヤフー。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、はい、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。インサイド変化球決まっています。ファウルになります。高めに大きく外れています。痛烈、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで8試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている糸井、ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上大竹、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。いきなり牽制、セーフ。初球大きく外れています。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。動きやすい場面ですからね。ここはもう一球牽制球、一塁はセーフ。さあ追い込んで次は何で来るか。まあもう一球は外してもいいので。ランナースタート、ヒットエンドラン、センターオーバーのヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、タッチはアウト、これでワンアウト。先ほどのプレーです。ヒットは打たれたんですがアウトカウントを一つ増やしました。さあそしてバッターボックスには八木入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。これはインコースいっぱいに決まった、ストライクを先行させていきます。追い込みました。カーブ、すくい上げた、ここは打ち上げています。松田が掴んで2アウト。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあただ次のバッターが彼なんでね、この打席は要注意でしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。石峰バッターボックスです。打ちました、レフト下がる、抜ければ先制ですが、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点を先制しました。レフトオーバーのタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。ここで先制点を奪われてしまいました。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあそして打席にはオマリー入ります。さあなおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。打った、ライトバックバックバックする、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。ホークスこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。立ち上がりを攻められています。さあそしてバッターボックスには松永入っています。さあピンチは続いています。
緩い変化球、まずは見送ります。打ちました。これはどうか。大竹一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターはアリアス。さてホークスの先発は大竹、昨シーズンは3勝を挙げています。前回の登板は4イニング投げて自責点6、負けがついています。最初は変化球できました。ボールになります。大きく枠を外してきます。ボール先行です。ファウルになります。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは梅野。まあ状況的にはエンドランも考えられますね。さあ仕掛けてくるでしょうか。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。さあホークス得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。そうですよね。まあただちょっと嫌なバッターが相手ですから、投げるコースには気をつけた方がいいですね。はい。さあここはしっかり抑えたいところ。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。3球目打ちました。これはどうか。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、3対0。ホークスなおも三塁二塁のピンチです。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。最初は変化球できました。これが2球目。引っ張った、取った、一塁送球します。アウト、ワンアウトです。いい組み立てだったと思いますね。まあここで点差を離されることのないようにね、しっかり切り抜けてほしいですね。そうですよね。さあこの場面で打席には2番の糸井が入っています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、レフト前へのタイムリーヒット、5対0。ホークスもうこれ以上点はやれません。ここは甘いコースを狙われました。得点を許しています。まあ打たれててもおかしくないボールでしたから。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。ファウルになります。素晴らしいコントロールですね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライクです。打った、左中間に強い打球、センター左へのヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。これが1球目。初球空振りです。引っ張った、サード取った、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。5対0。タイガースのリード広がっています。今画面に出ているのが先ほどの配球です。これが初球、打ちました。高く上がった。センターバック、センターバックする、センターオーバー。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には松永入ります。さあ追加点は許したくないところ。まあ序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですよね。引っ張った、サード取った、一塁へ。アウト、ワンアウト。
この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあただね、勝負強いバッターを迎えてますから、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。その警戒すべきアリアス、打席に入っています。この球は外れました。さあ3球目は何か。打った、センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、6対2になりました。ホークスもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。まあここは踏ん張りどころでしょうね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、丁寧にいった方がいいでしょうね。打った、レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、7対2ホークス、なおもピンチです。バッターボックス糸原、まあホークスとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。打ちました、痛烈な打球、ライトが下がっていく、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで今日3打点。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ホークス追加点を許します。9対2、フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、さあバッターは新庄、この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね、さあ30号となるのか。高めの変化球で空振りを取ります。次が3球目、ファウルになります。打ちました、浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ここは当然という交代でしょうか。ホークス2番バッター糸井、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。うん、バッターボックスには代打の江越。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。いきなり牽制、セーフ。一塁牽制、一塁はセーフ。初球ボール低め、これは決まった。3球目は何で来るか。落ちる球を持ってきました。打ちました、レフトに強い打球。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5連打、ワンアウト三塁二塁です。真ん中打ちました、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順は4番石峰、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。初球打ち、レフトに大きな打球、レフトバックする、バックする、レフトオーバー、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。レフトオーバーのタイムリーヒット、11対2になりました。ホークスもうこれ以上点はやれません。甘いコースでしたが見送っていきます。ファウルになります。3球目打ちました、ヒットになった。3塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、12対2になりました。ホークスなおもピンチです。6番バッター松永、初球は大きな変化球、ボールになります。打ちました、
ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、13対2になりました。ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは7番アリアス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打った、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、14対2になりました。ホークス、ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の武田。バッターボックス梅野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ボールになります。ボール先行です。3球目打ちました。左中間に落ちました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、15対2になります。バッターは9番糸原。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、初球空振りです。インサイド落ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁を送ります。ファーストランナー一気にホームイン。二塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。回は4回の表に入っています。タイガース打順よく1番から始まります。新庄バッターボックスに入ります。先ほどのヒットはいい当たりでした。初球打ち、レフト下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。さっきツーベースを放っていますからね。ええ、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。さて今日のホークスの先発は序盤大量失点で交代した大竹。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。レフトの前に落ちました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには指名打者の八木。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。いい打球だ。下がっていく下がっていく、レフトポール際、判定はファウル。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。レフトバックする。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは4番石峰。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。初球から積極的に行きましたが、ファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。打席には5番バッターオマリー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。これはセカンド取りました。ツーアウトです。バッターボックスは6番松永。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと打ちました。内川取って、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。西さん、今日の展開ですが、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。打席には8番バッター梅野。
先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコースを厳しく攻めます。さあ4球目は何か。体に近いところ、いい当たり。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー三塁二塁です。まずは見送ります。ワンボール、打ちました。高いバウンド取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。さあバックホームするか。タッチアップ、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。ホークスなおもピンチです。バッターは江越。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった。ファウルになります。外、これは外れた。これが3球目。3球目打ちました。今宮が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース犠牲フライで1点を追加しています。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは八木。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ホークス厳しい展開で6回を迎えています。危ない球です。次が4球目。打ちました。レフト下がっていく下がっていく。入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには4番石峰。これはショート今宮抑えてワンアウトです。打順は5番オマリー。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。打ち上げました。ここは打ち上げています。構えます。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。バッターボックス松永。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打った。今宮取って、これで2試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判セーフ。さあ初球は何か。アウトコース見送っています。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。